これからおいいぞおいサラダはよ今日試合欠場になったから3対4のハンディキャップマッチだったらあいつらと試合やってやるよ以上やってやるわいましたいました全然欠場じゃないじゃないですか嘘つきカナダが怒り棚橋選手も情報として入ってきていると思いますが、はい、ハウスオブコーチャーの傍聴試合前、会場前にその試合開始前に一応声かかりましたね、見たいですねいやもう来るとこまで来た感じですよねいや本当にサイン会なんかねまだサインもらってない人もいたんじゃないかなっていうのをそんな心配もしてしまいますしね棚橋選手はスーツ姿でした、はい、太一選手は今日から復帰ですね。